茶すり山古墳は、兵庫県朝佐市大山町東港にある古墳。円墳としては、奈良県の富尾丸山古墳に次ぐ近畿、地方最大級の規模を持ち、副葬品も豊富かつ重要な内容であったことから2004年2月27日に、国の史跡に指定された。また、出土品は2013年6月19日に、国の重要文化財に指定された。 西の和田山盆地と東の山東盆地の二つの小盆地のほぼ中間、宝士峠西側の丘陵先端部を削って造成された大型円墳で古墳時代中期の築造である。墳丘からは西の和田山盆地を見下ろせる。2001年、北、近畿と洋家自動車道の建設工事に伴い、兵庫県教育委員会が発掘調査を実施した。 墳球の小道は90メートル、高さは18メートル。二段築成で、墳町の平坦部は、東西35メートル、南北30メートルである。主体部は二つあり、共に木管で、豊富な副装品が収められていた。16世紀に古墳上に城塞が築かれたため、元あった吹石や埴輪は、多くが失われた。吹石は、墳丘北東部に一部残存するが、 地山の隠れ木を並べたもので、一般的な古墳の吹き石とは異なっている。埴輪は、墳町平坦部の周焉と、断築平坦面に、円筒埴輪と、朝顔形埴輪が並べられていたが、大半は倒壊、落下している。墳町では、約10カ所、断築平坦面では、北側の1カ所に、埴輪の基礎部分が残るのみであった。ただし、落下した、円筒 朝顔形葉庭の中には関係に復元可能なものもある。墳朝には大小二つの埋葬施設があり、大きい方を第一主体部、その北にあるものを第二主体部と称する。第一主体部は、同郷三面、甲冑二具、玉類、刀剣類などの多種多量の副葬品があり、当地の主張母であることが明らかである。刀剣甲冑類の多さから、 被装者は無人であったと見られる。母校は長さ13.6メートル、幅10.1メートル。母校内に長さ8.5メートル、幅1メートルの長大な組合式木管を置いていた。遺体の遠いは東である。木管の側板の高さは80センチほどある。棺の木部は普及しているが、外板や側板を被覆していた粘土が残存しており。 粘土角に木管を収めたものと見られる。棺の内部は仕切りによって三つないし四つの区画に分かれる。すなわち、遺体を安置する主室と、その東西の副室に分け、西の副室は、さらに二つに分かれている、可能性がある。棺の内面には、赤色塗料を塗っていた。棺の底板はなく、主室は床面に粒手を敷き、その上に遺体を安置していた。 遺体の頭部付近からは水銀種が検出されている。副葬品とは別に、母校に落ち込んでいた家型と双型の埴輪があった。これらの継承埴輪は、母校の直上に置かれ、埋葬の儀式に用いられたものとみられる。第一主体部には、銅鏡三面、甲冑二具、呪物の縦串十点のほ東王剣類、武具類、玉類など、多数の副葬品が収められていた。 同郷は、万流郷、大地式新獣郷、蓮古文郷の三面で、いずれも、主室の遺体東部東側に置かれていた。三面のうち蓮古文郷は、疑心の中国鏡、他の二面は防制郷である。東部東側には他に縦串四点と、玉類多数が置かれていた。主室には、刀剣類19本があり、これらは、 遺体の左右と頭部の東側に、この事情に置かれていた。東、すなわち、遺体の頭部側の腹室には、甲冑類と刀剣類、鉄符、鉄柄付蝶などが収められていた。甲冑は、炭鉱2両と、株と2頭のほか、三尾鉄、肩甲、赤べ鎧、草刷り編がある。西、すなわち、遺体の足元側の腹室には、刀剣類、 鉄属などが収められていた。刀剣類の中には祖官刀大刀一口が含まれる。鉄柄付長など祖官刀大刀はいずれも朝鮮系の異物で希少なものである。370点を数える鉄属は、元は八つかとして服装されたものの有機質部分が失われ、矢尻部分のみが残ったものと見られる。樹物の盾串は、主室に置かれた4点のほか 東福室の草刷りの上にも6点置かれていた。被災地丸山古墳でも、甲冑と縦串が同じ場所から検出されており、縦串は甲冑にも装着する場合のあったことがわかる。前述のように、西福室はさらに東西二つの小室に分かれていたと見られる。前述の刀剣類、鉄属などはすべて東の小室にあり、西の小室には縦二枚のみが置かれていた。は、 川製朱漆塗りだったと見られるが、有機質部分は失われ、右上分、両系分、巨子分を表した漆膜のみが残存している。盾と思われる残血はこの他主室に1枚、東副室に1枚、西副室の東小室に3枚あり、他の副葬品の上を覆うように置かれていたものと見られる。母校は長さ7.5メートル、幅3.7メートル。棺は、 組合式木管で、長さは4メートル。第一主体部の木管と同様、主室、東福室、西福室に分かれ、主室の床部分には、歴が敷かれていた。ただし、第一主体と異なり、粘土の被覆はない。服装品は、刀剣甲虫類を多数服装していた第一主体部とは様相をことにしており、同教一面、鉄刀二口のほか玉類と、 実用品でない小型の濃厚具類が主体である。同郷は防生鏡の獣体鏡で、径は14.8センチ。遺体の胸のあたりに同郷、首のあたりに曲玉と管玉が置かれていた。鉄刀二口は、遺体の両脇に一口ずつ置かれていた。枕石の近くには縦串二点があった。東腹室には、鉄釜、手釜、 鉄府などの濃厚グるーン50数点を収めるが、これらは実用ではない小型品である。西室には、鉄属14点のみがあった。茶すり山古墳副装品一覧和大山盆地、三島盆地には、大小1400基の古墳が蓄成され、規模や副装品から主張墓とみなされる大規模古墳が相次いで作られた。若水 A11 号墳。 城の山古墳はいずれも計40メートル前後の円墳で、吹石、埴輪は見られないが、同郷などの副葬品から主張母と見られる。当地での前方後円墳の登場は、中期になってからで、池田古墳、船、宮古墳が代表的である。池田古墳は、全長141メートルの中期としては、日本海側最大の前方後円墳である。時期的に、 池田古墳に次ぐ、主張母が、茶ャ山古墳である。前方後円墳の池田古墳は三段築生で、縦型修行と埴は、不近紙を有し、機内の古墳形式をそのまま持ち込んだ感があり、被装者は中央から派遣された人物が想定される。一方、茶ャ山古墳は、墳形が円墳であることに加え、田島地方の在地性の強い古墳である。具体的には、 長大な木管を三つないし四つの室に分けること、つぶて式の上に、東枕で遺体を安置する点は、田島地方の特色である。紛糾の吹石は、瓦石ではなく、地山の小石を並べており、第一主体に見られる粘土の被覆も、機内古墳の粘土格とは異質である。166茶すり山古墳は、副装品は、機内の大型古墳と遜色ない内容である。 服装された、甲冑二具のうち、ことに、襟付炭鉱は、機内でも限られた古墳からしか出土しない貴重品で、同郷とともに、中央政権から可視されたものとみられる。一方で、埋葬方法には、在地性が強く、墳丘の築造技術には未熟な部分があり、一時期前の池田古墳とは異質である。茶すり山古墳は、富尾丸山古墳と並ぶ、 近畿地方最大級の円墳で、副葬品は質量ともに卓越している。機内の大型古墳に匹敵する内容の副葬品を有する一方、埋葬方法などには、田島地方の在地性も見られる。本古墳は、田島地方の市長簿の系列や、中央政権との関係性を考える上で、重要である。ありがとうございます。